演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はチャンネル登録をどうかよろしくお願いします。グリコのカフェオーレかけるエスコヤマチョコレートを飲みたいと思います。そうすると、このエスコヤマというチョコレートが入って、このカフェオーレの中に入ってるってことですよね。ということは、やっぱり通常のカフェオーレに比べると甘さが強いのかな。どんな感じなんだろう。楽しみだね。では、飲んでみます。グリコのカフェオレでいうと、まろやかなミルク感の味わいがモチーフじゃない持ち味なんですけど、そこにチョコレートが入って、なんかチョコレートが圧倒的に勝ってしまっていますね。だから甘さに触れるにしろ、苦さに触れるにしろ、今と倒れていったくね、まろやかさがどっかに行ってしまっているのでちょっと残念ですね。カフェオレとは違う飲み物になっていますね。チョコレートドリンクとして飲むと美味しいかもしれませんが、カフェオレの長所を台無しにとまでは言いませんが、うまくいかしきれないような状態でこちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞します。